始まりましたブリックマちゃん。どうも、アクニャンです。どうも、みんなのこれまるめめがねです。どうも、中根すままです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。突然ですが、皆さん好きな人には会えていますか？会えてないです。会えてないです。ちょっとこの時期なかなか好きな人に会えなかったりとかするじゃないですか、うん、そんな時にちょっと自分を支えるためにも、うん、今回ちょっと恋愛テイストのものを持ってきました。角川からもちこさんの未来を約束するほど好きなのにどうしてまだ不安なんだろう。もちこさんっていう方の本で、これ第2弾になるんですけど、第1弾もあって、はい、うん、ツイッターのフォロワーが21万人。21万。そう、そもそもツイッターを始めた理由が、もちこさんが大学2年生の時に失恋をするんですよ、うん、まあ、一応なんかその好きな人がいて、菅、うん、まあ、田将暉を3、4回殴った感じでイケメンらしくてそれちょっと毎日 LINE をしてたのね。で、なんかある日ディズニーランドに誘われて、あ、これは告白されるんだみたいな感じで言って、うん、ディズニー行ったの実際に、うん、で楽しく終わったら次の日から連絡が取れなくなって、えで、なんか、あ、死んだみたいな感じ、うんうん、でそしたらなんか友達のインスタのストーリーに出てきてて、普通に生きてたんだって、元気してたんだって、うん、っていうあまりにも辛い現実がありすぎて、そこからツイッターにつぶやくんだったんだって。そういうことね。この運命の恋のはずなのに、どうして私の彼氏じゃないんだろうみたいな、こういうなんか価値観みたいな。それは運命の恋じゃないんだよ。どうした？どうした？もちこ VS スワンマンになってるけど大丈夫？化粧をすると顔が変わるタイプだから、彼氏にすっぴんを見せるのが怖いですみたいな、うん、これはどうしたらいいですかっていうので、うん、皆さんだったらなんて答えますか？顔の変わった私も愛してくれる人と出会って的なことしか言えないから。あ、そのすっぴんすら愛せよ。そうそうそう、すっぴんも可愛いって思ってくれるみたいな。いや、だからそうよ、すっぴん見せてそれでダメだったら、そいつはそれまでだと思います、私は。そんなやつだっていう判断。いや、もうそういう感情論じゃないから、ちゃんと答えあるから。これそうでしょ。答えは、メイク系 YouTuber の動画を何本も見せて、化粧ってこういうもんだからと教育してから化粧を落とす。正解だ。めっちゃ正解だ。うちら浅はかだった ね。何がすっぴんも愛してくれたらいいんだろう。本当だよね。本当出会いとか、うん、でそっからまあ付き合って、でもなんかマンネリ化して浮気があって別れるみたいな、こうなんか大まかな、うん、流れがあるじゃないですか。人ってダークサイド側の人間なので、嫉妬とか、うん、浮気みたいなところが超面白くて、そこばっか読んでたんですけど。そこだけ見た。嫉妬とかする？私めっちゃします。独占欲で大事にされてるなって安心するの、ひねくれてるからやめなさいとか。確かにそうですね。でも実際好きな人が嫉妬って拗ねてる顔可愛すぎてご飯午後行けるとか。ツイッタラだな。ツイッタラだよね。結構ツイッタラ色が強かったと思ってる、ね、女の子の機嫌の直し方がやけにうまいとか、うわ、うん、こうしたら怒られないって分かってやってるなとか、彼の憎めない動作に元カノが仕込んだ残像を感じて一人で勝手に嫉妬するのやめたいっていう、この黒背景で書いてあることがあって、めちゃくちゃ僕は共感したんですけど、女の子の扱いが上手い人って結局元カノで学んだことなんだなみたいな。でそこに元カノを感じて病むみたいな。私さ、この価値観なかったのに、これ読んだせいでもそういう気を、なんか分かるよ、マインドが。私も今影響されてそうやって思っちゃうよね。え、そうだよね、これのせいでさ、これのせいで新しい価値観できちゃってるわけ、自分の中に。できたね。元カノの残像とか言われた瞬間に、あ、そういうことなんだみたいな。うん、まあ、良くも悪くも新しい価値観に出会ったわけですよ。どうでもいい男に言われた可愛いは簡単に記憶から消えていくくせに、好きな人に言われた好きじゃないは何年も勇気を出そうとするたびにでかくなって体に食い込み続ける呪縛。わかります。好きな人に会えると思って読んでるんだけど、なんかどんどん好きな人から遠ざかっていくんだけど。もうちょいキュンキュンするのないの？キュンキュンするやつ。ハッピーな気持ちになりたいわ。今もうめっちゃ好きな人とのもうね、距離がね、10フィートぐらいある。え、でもキュンキュンするのはなんかすごい個人的な話なんですけど、もう距離がすごいある。こっちの方が多いかも。デート後に嬉しい LINE ランキングとか書いてあるの。3位、今日は一緒に過ごしてくれてありがとう、危ないから気をつけて帰ってね。あ、嬉しい。嬉しいですね。緊張して言えなかったけど、ずっと可愛かった、今度はちゃんと家の前まで送らせてください。はい、すごい。1位、どうぞ。また会いたいかな。ちょっと恥ずかしいね、メガネちゃんの恋愛感。メガネちゃんの恋愛感。なんか感じる。正解は、うん、ダメだ、もう会いたい、俺の口座番号と暗証番号はこれだけ好きに使ってる。ネタに走ってんじゃん。これがツイッタラですから。ツイッタラだね。マジに考えちゃったじゃん。すげえこの本に振り回されてんね、今日。LINE の描写とかが多いの。
なんか私は LINE が好きな人が LINE が来たら 0.08 秒で返すのに、うん、なんかなんであいつは返さないんだみたいな一日考えた結果送ってきたみたいな体にしてるけどなんか内容薄いしみたいなそれめちゃくちゃ共感するわけ。もう今の子からしたらさ LINE が含まれた描写じゃないとやっぱ共感しにくいじゃん。確かにそうだね。普遍的なことも書いてあるの。なんか父親に似た人を好きになっちゃうとか。あー、わかります。全然わかんないわ。めっちゃわかるえ、めっちゃわかる。めちゃくちゃわかる。浮気した男の切り方みたいなとかもちゃんと書いてあるから。知りたい。会えなくても大丈夫だよ的な肯定的な文章とかも聞いてたから本当にいろんな価値観があって、うん、なんか、うん、ちこさん自体はもうなんかすごい強い女性と思いきや結構なんか男性に尽くしまくる部分があったりとかして、なんか本当にいろんな価値観があるから、うん、なんか絶対自分の中にドンピシャに来る価値観があると思う、うん、なんか全ページに共感はできなくても、うん、なんかかなりこう分かるなっていうところがあるから、うんうん、この好きな人に会えない時期に読んでみるのがいいのかなと思います。読みます。今回は角川からもちこさんの未来を約束するほど好きなのにどうしてまだ不安なんだろうをご紹介しました。皆さんから紹介してほしい本のリクエストもこちらのコメント欄でお待ちしてます。この動画が面白かったまたは共感したなと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。この番組には公式 Twitter もありますのでぜひそちらの方もチェックしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。なんか友達だったら終わりがなかったのにとか思う時あるよね、うん、めっちゃ思う、めっちゃ思う。てか、うん、思う。はじめまして、吉沢亮です。ダメだ。これ、何の回なの？どういう回なの？